対あのこぼれ球ありますし、はい、エリア中に入ってくるが、これはファウルの判定、ペナルティーキックになります。6番ワコ直樹のドリブル突破。そして今一連の流れの中でイエローカードが出されましたが、都政スポーツ公園陸上競技場、山本英臣オミコールがサポーターから響き渡りました。キャプテン山本のペナルティーキック、追加点なるか。決まりました。追加点はヴァンフォーレ甲府、キャプテン山本英臣の得点。山本は2004年6月26日以来、およそ5年ぶりのリーグでの得点となります。5年ぶりの得点を、疲れが見える選手がねいますから。片桐が上げる、ハグナーマイクが倒されて、また PK なのか。すでに時計は後半アディショナルタイム、明暗を分けるか、どんな結果が待つか。ハーフナーマイクにボールを預けようというところ、石原がシュートに行くか。ハーフナーマイクの頭倒れた、 PK。 ああ、引っ張ってしまいましたかね、今のところも。時間は10分を切っています。ボールにはキャプテンの山本がつきます。今季横浜 FC 戦でゴールを決めている山本、の同点です。山本、この時間は北九州11人全員が自陣ペナルティーエリア内に戻っています。ここは右足なら4番の山本、そして何と言いましても左足ですと、フリーキックの名手ですよね、8番の片桐がいます。精度高いですからね。2番の福田もボールの近くにいますが、この距離ですとボールスピードはそれほどいりませんから、はい、狙ったところにいいコースにボールが飛べばゴールの可能性が高いですね。この時間ヴァンフォーレは現在向かい風、逆風の中で今日は好プレーを見せているゴールキーパーの佐藤。山本か片桐か、手元の時計で後半の32分、山本が狙ってきた。大きなガッツポーズはヴァンフォーレサポーター。割と近い距離だったんでね。佐藤、さあ左サイドにスペースがあって、24番の堀米が動き出している。中には11番のダビ、チャンスになるか。4番の山本、前が空いて山本に2人がかりのディフェンス。11番のダビ、山本チャンスだ、シュート決まった。ヴァンフォーレ甲府同点。素晴らしいですね。チームを救う同点ゴールを挙げます。真ん中は狭くされてるんで後ろ見下げて山本、シュートが決まった。キャプテンのスーパーゴール。87分、山本追いつきました。甲府スーパーショット山本。こっちもすごい。まあね、これが源田監督としたらギリギリに測る交代をして、ただそういう選手が何もできないとこからシュート来ましたよね。これは前で阿部拓馬、スペースに出ます。藤本が行きます。うわー、これはランピング。前に入った阿部拓馬、甲府 PK 獲得。キャプテンが蹴ります。
逆だ、勝ち越し、甲府勝ち越し1対2。ルキーニョスパラナ、クリスティアヌはゴール正面にいます。うん、倒されたか、いや PK の判定です。今度はヴァンフォーレ甲府に PK です。おそらく見てますから、その辺の駆け引きもね少しあると思いますけどね。クラブ史上初の2年連続 J1 残留へ向かって、キャプテンの山本、守るはゴールキーパーの林、先制のチャンスヴァンフォーレ甲府です。決まったー！ J1 残留へ向けて先制ゴールマッチ、ヴァンフォーレ甲府キャプテン山本英臣。いやー、今のこう蹴るまでの間ですよね。そこでこういろんな駆け引きがあったと思うんですけどね、よくあそこにやはり勇気を持って、非常にいろんな思い、彼のね、キャプテンとしての裏を取ったプレー、稲垣が抜けてくるが、あっとここは PK の判定です。 PK です。スローインから稲垣が裏へ抜け出したところ、すでに準備をしています。大事な大事な先制点となるか、ホームヴァンフォーレ甲府、守るゴールキーパーは関、ストップに定評があります関。前半23分から24分になろうというところ、先制はヴァンフォーレ甲府、キャプテン山本。沈んでますね。冷静に PK を決めましたヴァンフォーレ甲府。